はい、お願いします。はい、どうもありがとうございました。どうもよろしくお願いします。それではですね、私の方からあのなんですけども、収録を終えられたあの感想の方をあのお一人ずつお願いできればと思います。はい、あの僕 LPGA の大ファンでもう毎回見てるんですけども、その面白さをスズランちゃんに教えられたっていうのが嬉しかったです。ゴルフ好きのあのスズランちゃんがこれで LPGA を見てね、はい、でハマってくれればゴルフがまた上手くなるんじゃないかなと。いやでも参考になるよね、見ればプレーを。そうですね、その海外の選手のこと全然知らなかったんですけど、うん、今日たくさん教えていただいて、なんか幅が広がるというか、日本だけじゃなく、うん、これから世界を見ながら、もっと強い選手の活躍を見ながら、ちょっとうまいとこをこう盗んで自分の技術に変えられたなと思った収録でした。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、それでは記者の皆様から質問の方ありましたらよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、どうぞ。今のお話にちょっと引っ掛けてなんですけれども、あの日本人の、まあ、ゴルフやってる方が、今回 の, あのツアーの番組を見て、海外選手のどんなところを具体的に見れば上達すると思いますか？そうですね、あのメンタルの面ですよね。あの特に最終日の最後の9ホールをこうどんどん追う方は追っていく、で逃げる方も逃げるだけじゃなくて、守るだけじゃなくて、攻めて、攻めながら、こう、なんでしょうね、攻めながらも守っていくっていう、その辺の迫力がすごいんで、その辺をね、見ていただければ楽しいと思うんですよ。でね、ピンチ迎えるんですけどもね、プレッシャーで、それをね、見事にリカバリーしたりね、するところにね、なんかドキドキしながら、ドキドキハラハラしながら、おおすごいって感動できるんですよね。はい、私も関根さんが言ったことと一緒なんですけど、そのやっぱアマチュアはガンガン攻めることしかわからない方が多いと思うんですけど、プロがどこで守ってどこで攻めてるのか、それをやっぱりツアーとか大会では見ることができるので、そこを一番見た方がいいなと思うところと、どんなにやっぱ同じこと言っちゃうな、うん、どんなにミスをしても絶対50センチ以内にこうつけてくるんですよ、アプローチ、うんうん、だからそのアプローチの仕方ですかね、転がすのか、うん、上げるのか、そこもやっぱり使い分けれるプロ の, その技術を見てると、確かここの場面あのプロこうやってやってたなとか思い出しながらこう実践できると思うので、そういうのをアマチュアは楽しめる一環 なのかなと思います、うん、はい。あとスイングリズムなんかはリディアコとかゆっくり振ってる感じに、まあまあ力強いんですけども、スイングのリズムがあれずっと見てると良くなりますね。あの中継を見てるとやっぱり真似すると上手になる。そう、真似すると、まあ、雰囲気を真似するっていうルーティーン。そう、ルーティーンね。やっぱバラバラになりがちじゃないですか。でもプロの試合を見てルーティーンって大事なんだなと思って、そう全部一緒にしてます。私もそう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 、はい、それいいことですよ。誰かの真似するでもいいですし、うん、そういいと思います。はい、で先ほどあのその今日観覧にいらっしゃった方の質問で、はい、あの海外選手の、まあ、すごいところみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。逆に日本人選手の海外選手にここは勝ってるって部分ってどういうところだと思いますか？やっぱりあの耐えるところとかね、こうじっとこう我慢するってところなんか強いと思いますよね。あの切れちゃうじゃないですか、あの海外の選手は、まあ、そこがまた、でも最近の選手切れないんですよ、だから強いんですけどもね、日本人選手はそこをぐっとこう忍ぶっていうんですかね、そこはやっぱり日本人のがあの強いかなっていう感じがしますね。なんか日本人の選手と韓国の選手で教えられてることが違うっていうのを聞いたことがあって、日本の選手はボールが右に曲がるか左に曲がるか、そこ落ちるところを考えろと教えられてるらしいんですけど、韓国は球は関係ないと、自分のスイング毎回同じにすることが大事なんだって教えられてるらしくて、でもやっぱり日本人は海外の選手と違って飛ばないじゃないですか、はい、だからこそボールを曲げたり、うん、そういう技術がやっぱ日本人は一番強いんじゃないかなと思うので、うん、思います。
なんて言ったらいいんですかね。いやだからまあコントロールそうそうそうする力が、そうそう日本人は強い。うん、うまいよね。うまい。うまい。うん。まとまった。ありがとうございます。はい。そう、わかりますでしょうか。はい。月山の LPG の大ファンだとおっしゃってました。はいはい。いつ頃からご覧になられる。いつから見てましたかね。ちょっと記憶ないんですけどもね。いやもうあのね、ヤニツェンの時はもう見てましたしね、その前のね、スウェーデンのアニカ・ソレンスタンの頃も見てましたから、いつから見てるんですかね。アニカがもう全盛、アニカがからトレーニングする前から見てますオーストラリアで今強い選手がいいんですよ。まだ40いくつで、その選手に勝てなくて筋トレ始めて女王になるんですけども、そのカリウェブに飛距離で負けてたんですよ。それでこれは飛距離がないと勝てないんだなっていうんでトレーニング始めたとも知ってますから、相当前からですね、うん、とにかく前からってことですね。結構とにかくそうですね。何年ぐらい前ですか。15年ぐらい前からは好きで見てますね。スグランさんと私今年デビューしそうです。ハーガンさんで。いやあのね、今一番面白いよ。本当ですか。うん、群雄割拠。やっぱさっきも主力で言ってたその次世代交代がある中で、うん、この年齢が少しいってる選手がどれだけ若い選手に食いついていくかっていうのも見どころだなと思いますし、この私のこの世代、若い子たちがやっぱゴルフをする、ゴルフ人口を増やすでもありますけど、なんだろう、そういうのも、なんて言ったらいいかな、とにかく私は同い年の選手がとにかく多いので、応援する選手がとても増えました。今年からデビューします、います。はい、あれ今面白いよ本当に、うん、まあ、リディア・コはね強いんだけども、リディア・コはちょっとね時代的にかわいそうだなと思うのが、うん、昔は飛び抜けてバーンって女王になると何年も女王できたんですよ、うん、ところが今もうレベルがもう層が厚くなって高くなってるから、リディア・コも今ちょっとジタヌガンにこう肉薄されてて、うん、だからリディアコ20年前にスターになってほしかったなと思う。ただずっとスターだった。生まれてない勝手にそう思ってるんですけど、でもその中でもまだ1位だからすごいなと思う、うん、すごい。その長年見てきたその LPG の、はい、その最大の魅力っていうのはやっぱりゴルフを真剣にやってる姿、やっぱだからゴルフゲームが好きなんですよね僕ね。だからLPGA も好きなんですけども、実は僕はアマチュアの大会も好きなんですよ。よく見てるんですよ放送。もう高校生のも見てるんですよ。もうだからそのゴルフが好きなんですね。自分がプレーするからその大変さが分かるんですよね。他のは、まあ、僕ボクシングも好きなんですけども、キックボクシングとかもやったことないからそこまで分かんないわけですよ。すごいんだろうなって。マラソンも2時間3分で走る凄さっていうのは走ったことないから42キロ分かんないんですよ。ゴルフはプレーしたことあるから分かるんですよ。うわすごい、こんなことできるんだっていうのがね。そういう意味でやっぱりその自分がプレーしたことがあるから分かる魅力っていうのがあるので、だからもうそれとやっぱりね、最近の LPGA の傾向としては綺麗な選手が多いですよね。やっぱりね、男性ですから綺麗な女性が綺麗なスイングをするっていうのがやっぱり見てていいですよね。やっぱそこですか。やっぱそこですね。女性もそうでしょ、だって何でしょう。やっぱり石川遼君顔がいいから人気あるんでしょ、やっぱり強いけど。そうですね。ねでお互い様ですよ。そ, そうです。何とも言えなくて。それはそうでしょう。ね。
見どころですか、ね、うん、私もかもしくはその、まあ、今年デビューということで、はい、まあ、ゴルフの魅力でしょう。やっぱり今年のオリンピックはもうメダルにも絡んでて、うん、そのこれから日本選手が世界で活躍できる幅が広がってるんじゃないかなっていうのをオリンピックで感じたので、うん、今年のその最後のビビアンでは日本人選手が活躍してほしいっていう気持ちも込めて日本人の強さを見せつける、そこが魅力なんじゃないかなって思います。